改めまして札幌から来ましたアウトドイム、よろしくお願いします。なぜ今日ここにいるかというと、クライムウォッチの、メンバーと前からこうコンタクトを取っていて、日本に来るよって言った時に一緒にやりたいねっていう話になって、安藤さんにお願いしたところ快く快諾していただいて今日のこの日を迎えました。ありがとうございます。それで、まあ、そのきっかけの一環というかフレッシュっていうオムニバスをドラムのシェインさんがレーベルをやっていて、それのボリューム2に僕らアウトも入っていて、それも物販の方で売ってるんでちょっともう残り少ないんですけど、見てってください。次はそのオムニバスに入ってるから。